今日うちに泊まっていなさい。玉の輿心配。俺はいつかビッグになる男、ブッコロリ。魔法学園レッドプリズンへ。みんな決めポーズと名乗りを忘れるな。我が名は練馬木、甲馬族随一の酒屋の娘、居酒屋の女将を目指す者。ちゃちゃっとクエスト片付けてお店の仕込みをしないとね。シュワシュワ一杯お願い。枝豆とモロキューください。焼き鳥もいいか。やれやれ。はい、喜んで。あん、うんうん、料理の味見もメイドさんの大事な仕事。働いた後のご飯は格別。我が名は練馬木、甲馬族随一の酒屋の娘、居酒屋の女将を目指す者。今後ともごひいきに。みんな元気、ゆきこみなるです。ということで今回何でしょう、練馬木参戦お屋敷パニック迷路ガチャパート7ということで、はい、ついにですね、甲馬族随一の居酒屋の看板娘、エクストラメンバーとして練馬木が参戦となります。ということで持続性となります。そしてメイドの米っ子も登場といった形となっております。ということでございます。はい、まずは練馬木から見ていきますよ。両方とも持続性といった形となります。ということで、まあですね、明日の地属性から、まあ、活躍するのではないかなっていう形でございます。まず、スキルから見ていきましょう。まず一つ目が、敵全体に122%の HP70 以上で 156%。属性魔法ダメージ&味方全員の微小線を10アップ。もう一つがランダムの敵に151の魔法ダメージを与える、2回与えます。でさらに魔法を自分味方全員の魔法をショーアップする、 EX 持ち。でさらに自分の必殺ゲージ攻撃力をチューアップするといった形ですね。必殺スキル攻撃力をチューアップするといった形で、さらに魔法攻撃力 6% 持っておりまして、 HP70 以上だと 12% アップしますよといった形ですね。まあ強いじゃ強いですね、やはり。はい、そして必殺技、敵全体に245の非属性魔法ダメージ&B 属性をダウン、大ダウンを加え、弱点属性によるショーアップ状態以上にすると。こちらも EX。で、さらに自分の持続性のダメージをチューアップするということで、意外と強いんじゃないこれ。っていう形ですね。はい、米粉ですね。米粉が、全体ダブル持ちですね。敵全体に130のデファブ状態の敵には169の持続性ダメージを与えて、味方全員のスキルチャージを10短縮。でさらにですね、敵全体に 980%HP70 以上だと121の
魔法ダメージアップ&弱点属性によるダメージを中アップ状態にするといった形ですね。まあどちらもどちらも強いっていう形でございます。はい、練馬区はエクストラメンバー、メイドの米っ子は工場扱いとなっておりますといった形ですね。まあまあまあどちらも強いっていうか、まあ活躍するんじゃないっていう形でやっぱあるのかなとは思いますね、これを見る限り。はい、みんなで一緒にお料理だなんてなんだか夢みたい。ということでメガ岩石ゴーレム襲来といった形で配布のユンユン見ていきましょう。練馬木さんのお店に通えばお友達が増えたりしないかな。まあ敵一旦162のエシペナージー上に118の地毒性魔法ダメージ、敵全体に129の持続性魔法ダメージ&自分の必殺ゲージを中アップって形ですかね。まあまあまあ星さんだからこういった性能ではありますね。でまあメイン&名声クエストという形なので、まあどちらもクエストあれですね、チケットが落ちますよっていう形でボスに挑んでくださいねっていう形のやつですね。まあこんな形ですかね。練馬木さんのお店に通えばお友達が増えたりし、ということで以上となります。ということで練馬木が参戦ということで、いやーどうアリーナがどう活躍するのか明日から楽しみですねといった形で、まあ、ここで一旦全ての、3枠目の、プレイアブルキャラクターが発表されまして、ここから出て 4.5 周年の準備がどん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 進んでいくといった形ですかね。残すところまあ今月は 4.5 周年の生放送がありまして、そこで何かしら発表があるのではないでしょうかといった形ですね。まあ強いっちゃ強いです。まあただ、まあ、4.5 周年もあるので、まあなるべくはね、意思は余裕を持っていた方が良いかと思われます。というわけで以上となります。